中村静香さん、35歳、サイズは F です。13歳の時、関西のバラエティ番組にてアイドル予備軍、プチドル隊として芸能活動スタート。メインボーカルとして CD デビューするも、番組が半年で終了し、グループも解散。翌年、第9回全日本国民的美少女コンテストの決勝に進出し、オスカープロモーションに所属することとなりました。15歳でグラビアデビューし、16歳でファースト写真集を発売。17歳で初 DVD を発売し、同年には映画初出演も果たしました。なお、イメージビデオではちょいちょい七輪がはみ出ており、ガードが甘いのか円が大きいのか、ファンの間で物議を醸しています。例えば、プルプル静香2では、ブラシでパイを洗っているシーンでゴシゴシの勢いが良すぎて左七輪がうっすらお目見え。しーちゃん先生に至っては、家庭教師のしーちゃん先生とこたつの中で密着しているシーンで父の頭が見えそうなくらいこんにちはしています。かなり長い時間、しかも拙者で見れるので、もはや店に行ってくださっているのではないかと思ってしまうほど。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。天気は24歳、ゴッドタンの企画アイドル飲み姿かわいいグランプリで可愛すぎる飲み姿を披露し、一気にブレイク。さらに翌年には人気連ドラ花咲舞が黙ってないの第5話にゲスト出演した際に、すげータイプの子がいる、あの子は誰だと一部ニュースサイトでも取り上げられるほど話題になりました。28歳で沸騰ワード10に温泉リポートした際には、パイガードに集中するあまりオマンのタオルがはだけてしまい丸見えになるというハプニングが発生。モザイク処理した番組スタッフは編集前の映像を思い浮かべて何度も抜いたことでしょう。羨ましい限りですね。そんな中村さんのリアルなおせっせを垣間見れるドラマ金魚妻が去年ネットフリックス配信され、大きな話題に。レスに悩む人妻の役で、不倫相手にパイもみされ、自らホックを外し生まれたままの姿でガン突きされてもだえるシーンを熱演。あまりのリアルさにネット上では、これはもう入っているだろと興奮の声が多く上がりました。今日もとってもはかどりそうですね。終わり。